ゆうじろうチャンネル、今日のお題はセルフイメージを変えれば売り上げバン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 上がります。バン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 。はい、ということでね、セルフイメージを変えれば売り上げバンバン上がるという。はい、わかる。どういう意味か。セルフイメージ、お前のセルフイメージは、だからこの自分のブランドイメージってことですよね。あ、うん、お前のセルフイメージは、イメージは、お前のっていうのもやめよ。なんかこれもなんか暴力的な言葉になって。じゃあ何ですか、かなこさん。かなちゃんは気持ち悪い。かなちゃんは何がいいかね。それ急に甘えんぼな。どうって言われたらいい。え、なんかこれ前にも言いましたよね。おい、かなこって言われるのか。あ、名前の話、うん、そっちの話。どてあ、でも私どては結構案外名字なんですけど、自分が言われ慣れてるから嫌じゃないんですよね。どてちゃんとか、なんかどてっちとかどてことか言われるのは全然嫌じゃないですよね。親近感もあって、どてどて盛りですみたいな。どて汁だったよな。メガ盛り、どて盛りみたいな。どて盛りは関係ない。次、お前のセルフイメージは。なんか それをなんか前に話したような気がするなと思って、なんかその大人、癒し系な大人みたいな。あ、うん、自分で大人じゃん言うてしまうだけ。いや、もういや大人というか、そのもう若くはないよっていうこと、自覚してるよってこと、アラフォーとして。うん、でもこれ見てる人はすごいドテちゃんは可愛いとか、ドテちゃんはドテちゃんはって言ったけど、ありがとうございます。でもやっぱり本当に分かってる人にはバレるよね。この間もコメントがなんか入ったけど、うん、あの本当ユージローさん一人でやって、うん、あのちゃんと重要なところ喋ってほしいですみたいな。それ長いからでしょ。私の場合悪かっこドテさんが悪いわけではないって書いてる。いや、なんかそう書かにはやっぱ傷つくじゃないか、うんうん、傷つく。いらないんですよね。いるよね、うん、だいぶこう透かし入れていきますからね。ちょっとずつ消えていく。そうそうそう。ちょっとなってる感じ。まあ今日はこのテーマでいってみたいと思いますね。はい、今日はこれでいってみよう。はい、こんにちは、井田坂裕次郎です。こんにちは、伊達かな子です。はい、今日はね、セルフイメージ変えれば売り上げがバンバン上がるっていうやつなんだけど、うん、これね、去年だと思うんだけど、去年か一昨年だったと思うんだけど、うん、バーバリーがね、あの洋服のバーバリ ー, ー, バ ー, バリー、ね、あれが在庫がいっぱいになったけ、それを燃やしましたと。え、だから処分したってこと。そうそう、欲しいじゃん。燃やして処分したと。欲しいと思う、うん、それをね、41億8000万円ぐらい売ればね、それを焼いたと。え、何それは。ブランドイメージを下げるわけにいかないから、安く売ることができないから、それが、うん、バーバリーのセルフイメージなわけよ。プライドなんですね。プライド、うん、だからそれがもし、いや、メーカーには行くんよ、いっぱいあの、うんうん、在庫全部まとめてなんぼで買えますみたいな、バッタイみたいなのが。で、もし売ったとしたら、たらどんな売り上げ方するかわからんわけじゃん、うん、そうそうそう、だからね、イメージ下がっちゃう。バーバリーチェックのね、あのジャケットが、ね、プロパで売ったら8万円ぐらいするようなのが、うん、もうこれ3着まとめて5000円とかね、一気にね、うん、何これってなっちゃいますよね。で、売り寄るやつも、いや、これ本物やからこうでこうでみたいな、うん、ってなると、バーバリーこんなとこで売られるようになったんかも。なるなる、うん、なるなるなる、うん、だから、まあ、そうなってブランド価値を落として、あの本当のファンの人が離れることを考えると燃やしてしまえみたいな。うん、ね、ないけどね、燃やすのもどうなんかみたいな話なんだけど、うん、なんかね、こう寄付とかね、ああ、なんかの、まあ難しいか、まあだからそういう、ね、それがまあセルフイメージなんだけど、うん、ただね、こういう仕事もあるんだから、リネームっていう会社が、うん、リネームね、あのリネームを新しく変えるみたいな、だからそういうところがバーバリーみたいなの買ってきて、うん、タグからなんか全部付け直します、うん、バーバリーって書いてあるところの商品あるいは全部付け直す。だから選択表示のところにバーバリーって書いてあるのもあれ全部変えます、うん、タグというタグを全部で、あの商品はバーバリーの商品なんだけども、うん、もう物がバーバリーじゃなくなるという、うん、って言ってそれ全部付け直して、自分のところのネットで売り売る会社もある。それでもお安く買えるなら物はそのままいいものだからちょっといいですよね。そうそうそう。で、まあ見てそこのサイト見てみたんだけど、そんなに安くなってないんや。あ、そうなんですか。まあ、それ付け替える手間とかもいろいろあるだろうし、まあ、仕入れ値もそこまでは安くないのかもしれないですよね、うん、まあ、もうあるし、うん、まあ最後はもうどうにもならんで燃やしてしまうぐらいの商品だけ、うん、やっぱりそんな商品なんじゃないか。ああ、そういうことだ。まあ、元がどこの商品かがもう分からんけ、リネームになってるけ、ね、だけど、まあ、あのちょっとサイトを見てみたんだけど、うん、メンズのジャケットとか見たんだけど、黒とか紺しかないわけよ。だからまあ、うん、至って普通の商品が、うん、まあ、在庫になっとった、でそれを安く買ってきたっていうところになると思うんで、うん、もう欲しい、全く見ても欲しいもの一点もないなかったですね。そりゃわしこんなのしか着んじゃん。このね、あ、内側このね、この裏地がこうやってなんかこう花柄だったんだけど、なんでここ花柄がいるみたいな。ユージローさんが自分であのリメイクなんで
のなんでここに花柄がいるんこれ、うん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 、来てしまうと誰も見えない見えないのにね、もうこういうのじゃないと嫌ね、好きなんですよ ね、そういうちょっとしたひねったのが、そうそうそう、ちょっとしたステッチとか、ね、そうここちょっとなんでここにこう赤のステッチが入ったんだろうかって、これ意味あるなんだけど、この意味のないところに意味がある、うん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 、分かる分かる、でもそれを普通のジャケットじゃな、うん、いいみたいなけども、うん、ただそういうリネームっていうのはそういうことをやってる会社なわけよ、うんうん、でもそれはね、何回言ったら結局ビジネスとは、うん、お困りごとを解消するところにビジネスチャンスがあるわけや、うん、そうだろ、うん、ということはバーバリーも悩んだと思うよ、これどうするやみたいな、総額お前売ったら41億ぐらいあるべと、でもこれをもう売りましょうみたいな幹部会みたいなのがあったと思うよ、うん、俺はもう安くして売りましょうよって言ったやつもおると思うよ、意見分かれてるでしょうね、でもそこで一番誕生席に座ってるこの頭取みたいなのが目をつむったらパッ、うん、バーローみたいな何わしちょっと半沢見すぎた、半沢見すぎ見すぎたしかもなんかすごい日本的でしたけど、そこだからバーバリーだけど言っちゃう、うん、何をそうそうね、で結局それやるとブランド価値が下がるだろうって、うん、将来的に長い目で見るとどうなるやみたいなことになったんだと思うけども、まあそういうことよ、うん、だからリネームするというね、まあ、そこには新たな発想になると思うけども、はいはい、なんで今日私がこんなリネームの話をしようかったら、うん、税理士さんとかもねリネームしてしまわんと、うん、いつまでたっても顧問料が3万円から5万円の仕事しかできませんよって言って、この私のお得意なビジネスの話にグッと入っていくわけ ね、ここから、はい、分かる、だから資料さんね、まあ税理士さんもそうだし、社会保険労務士さんとか、うんうん、行政書士さんとか、うん、まあ、この人たちっていうのは、まあ、石投げりゃ税理士になるんじゃないかぐらい、税理士さんがおるわ、うん、まあ、結構たくさんいらっしゃるんですかね、うん、試験大変なのに。だから、いっぱいおる税理士が、いっぱいの仕事を取ろうと思うと、どうするかやったら、やっぱり他よりちょっと安くするけ、仕事くださいとか、言うしかなくなるじゃん。うん、まあ、私も税理士さんで儲かってない方を知らないからわからない。だから税理士さんっていうのは、なんで儲かってないことを、儲かってない人に会ってないか言ったら、3万円でも5万円でも何件かあるから、うん、だから例えば、この間言うけど100件あれば、うん、3万円が100件あれば300万だろ、だから300万が毎月入ってくる、うんうん、でも、100件もやらなきゃいけないもんね、100件でも1人じゃ無理ですよね、うん、で、じゃあ1人じゃ無理だからって言ってこう、磯の、税理士みたいなのを入れるわけ、うんうん、だからそうしたら給料払わなきゃいけない、うん、で夜だったら残ったの見たら大したことないみたいな、なくなっちゃう、でまあ100件持っとる税理士さんもなかなかおらんと思うけ、うん、まあ要はあって50件ぐらいでの、だからまあ150万ぐらいのもんよ月で、まあ月に150万ぐらい固定で入っていますよ、うん、だからまあそんなに普通のサラリーマンのように救急ではないと思うけども、うん、でも1件3万円から5万円ぐらいでやりおるから儲からんのよ、うんうんうん、だったらリネームするよ、リネームこれね、まあ、この YouTube チャンネルも何回か話したと思うんですけど、そのキャッシュローコーチっていう、ワニ達也さんっていう方がね、主催しているキャッシュローコーチという、キャッシュフローよ、お金の流れを教えるコーチっていうのを、税理士とか社会保険労務士みたいな、この、仕事の名前として、一つキャッシュローコーチっていうのを、世の中の仕事として確立したいって言って、今、広めてやれおる方がおるんですけど、まあ、一応私もそのキャッシュローコーチの資格は持っとるんですけど、使ったことはないけど、うん、でもキャッシュローコーチってやると何なのそれってなるの、なる、うん、で顧問料が、まあ、大体15万円なんですけどって言ったら、ああそうなんだって思うよ、うん、でも税理士で顧問料15万なんですけどって言ったらそりゃ高いわ、びっくりした今、いやほんまによる、ちょっともう耳が悪いからもう一回言うてみ、もう一回いいみたいないくらってなるよ、それ何回やったらもう税理士っていうステージに、うん、上がってしまうからそのステージで戦わねえね、そうね、だから他の税理士さんと一緒のレコンとこうになっちゃ う、だからそれをキャッシュローコーチという全然聞いたことも見たこともないようなステージに上がってしまうと、うんうん、それは何する仕事なんですかみたいな、うんうんうん、でこうでこうでこうなんですよって、あなたがいつも1年間自分の会社がどういうお金の流れになってるかとかで分かってますって、うん、いや会社のお金の流れがなかなか分からんないね、それを見える化にする人ですよと、うんうんうん、いくら会社に金があるとか分からずよくやってますねみたいな、うん、お前今自分に何本あるかとか全部分かってる、まあ、ある程度だって会社じゃないですからね、あそうか、通帳見れば分かるか、そう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 、ニヤニヤするわけこうやって、いやいや、ため息ですけどね、ここ最近は、はい、もうどん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 出ていくみたいなもう仕事がないからねって言ってご愁傷様ですもう秋も全然ないから、ウェディングがまあ本当に月に2本とかですかね、
イベントはもうないよな。イベントがまあ自分たちでやるっていうのは1個ありますけど。何のイベントなの？お寺でもともとやろうと思ってたイベントなんですけど、やっぱりちょっとこの今の状況なので難しいということで、逆に感染予防対策をしっかりしているあのクラブクワトロ、パルコの上にある、あそこでやることになってチケット制 で、あとは人数制限かかるのでオンラインでみんな見てねって言って、クラブクワトロでやりながらオンラインの客は、入るお客さんはチケットで買っていただいて、入らないお客さんはオンラインで、その代わり少しだけお金は払ってもらってのオンラインで、でもそれはアーティストさんが結構いっぱい出るんですよ。広島出身のアーティストさんが、何組かな、6、7組、もっとかな、7、8組出るんですけど、まあ、その人たちの仕事もガクンと減ってるので、あのそういうイベント業界の人たちもそれの司会、みんな応援してねって。そうですです。そういうイベントを10月の18日にやる。10月18、よかったらぜひ皆さんオンラインお願いします。お前何勝手に番宣入れたの？いやいや、ここまで言ったから。ここまで言って隠すのがプロなんじゃない？いやいや、10月18日ですよ。はあ。だからそれも、参加費何万なんかい？チケットは3000円。うん、ね、3000円でしょ、うん、これをそういうアーティストの方がいっぱい出るイベントなんですよってやるけ、3000なんや、うん。もっと違うステージでやるんや。うん、これは。普段聞けれないあれはどうたらこうたらみたいな、うんうん、なので3万円ですって、うん、最初ね高くいこうって話も出たんですよ、うんうんうん、その代わりにそうすることによって本当に生で聞きたい人たちだけにさせていただいて、あとの皆さんはじゃあオンラインでっていう風にした方がいいかなとはなったんですけど、でもやっぱりね、もともとそこを入場料取らないイベントとして初めてスタートだったから、まあ、でも会場借りるのでやっぱりお金かかるので無料ってことはできないけどっていうので試行錯誤して何度も何度もみんなで話し合って、あらりんがこんな状況だからみんなで広島を元気に盛り立てていくっていう、でもこの盛り立てていくイベンターの人たちがもう一番今あの答えとるんで、うん、もう金額はいい入れですみたいな、あなたが払いたい金額をみたいな、あの気持ちはどんどん受け付けるようになってます。募金なの？募金というか、まあお布施みたいな形で、あとあのオンラインの方でもオンラインは多分1000円とかなんですけど、まあ、何人で見ようが一つに対して、うんうん、そこでもなんかこう課金じゃないですよ、なんですか、課金じゃろ、課金ですか、うん、応援しますよっていうのができるようにはしようと思って、うん、まあ、投げ銭みたいなもんね。そうです、そうです、投げ銭ですね。うん、まあ、くだらん話をしてしまった。え、くだらんくないですか？そうです、話をね、しちゃったけど、まあ、なのでね、まずはステージをやっぱり変えていくというところをやらんとダメだと、うん、だからリネームせねえけんよっていう話なんだけども、うん、でもこれリネームするときに一番大事なことは、うん、例えばもう税理士という名を名乗らないって決めないと、うん、いつまでたってもリネームできるのよ。なんかみんなでもカッコで入りしてやりたい。そう、例えばさっきのバーバリーの話で言うと、バーバリーのここのバーバリーはちょっと付け替えるけど、ここの洗濯タグについてるバーバリーはちょっと残しておきたいってやると、買った方がこれ、え、なんなのこれって、うん、なるよ、うん、あ、これな、怪しいのこいつ、うん、税理士なんだけどもキャッシュのこいつですって言ったら、もう時給3万円だろってなるわけよ。あ、だからもう思い切って税理士の名前は捨てる。そう、名乗らない、資格はちゃんとあるけど、うん、名乗らない。じゃあ税理士のことはしないんですか？でもしあのやってくれって言うんだったらやるんだけども、もうやらない覚悟も持っておく。ああ、そこまで。もう、記帳したりする、そういう代行 業務は、よそでやってくださいって、うん。僕はキャッシュフローとしての会社のお金の流れを見える化にするのが仕事ですから。うん、だから、税理士にやってもらった数字を僕のところに送ってください。うん、だからそれを僕がちゃんと見つけて、こうやってやりますから、うん。みたいにするんなら、ちょっと、一ランクも二ランクもカッカンと上がっていくよ。うん、だから、すごく大事なことは、自分の商品を何と比較するかっていうところ、うん、ここがね、めちゃくちゃ大事。比較する対象がね、うん、だから結局あのライザップがやった、うん、体を鍛えて、ダイエットしましょうっていうのは、いろんなジムがやっとる話だったよ、うんうんうん、でスポーツジムが、うん、でもスポーツジムは月で何分ぐらい、4000とか5000とか、うん、まあ正会員とかで1万とか、1万円ぐらい、だから月に1万円が、うん、ライザップに行くと30万とか40万かかるわけ、うん、2ヶ月で50万とかかかるのよ、うん、だから1ヶ月25万ぐらいかかったんだよ、うん、1万対25万ね、うん、でも何トレーニングジムですってやったら、なんでそんなに高額ないんやってなってるけども、ライズアップはもう2ヶ月でコミット、あなたの痩せるところにコミットですって言って、うん、ぐるっと1回転させる、時間も、ね、時間も絞って、うん、だからああいうジムとはもう全然違うものなんですってやってるから、はいはい、あの値段が遠く、そうですね、だからね、皆さんもやっぱり何と自分の商品が比較されるかっていうのをよく考えなきゃいけないんですね、うんうん、まあ、なのでね、そのセルフイメージをどうやって変えるかっていうのを今日はミッション一つ持ってきてますんで、はい、今日のミッションはこれだ、はい、ということでセルフイメージを変えれば売り上げがバンバン上がるというね、これをやるための今日の一つ目のミッションは、はい、安い比較対象物と
比較されないポジションを作りなさい。うーん、比較されないポジション、しかもそれが安い商品と比較されるところで回おうとするから、うん、安い商品に見えるんですよ。だからそれをするためには、だからそのブランドイメージ、自分のブランドイメージっていうのをしっかり確立させなきゃいけないっていうことですよね。今までここの庶民が踊ってる踊り場みたいなところで踊ってるから庶民みたいな感じ、舞踏会のなんかものすごいこう貴族しかいないところで前はちょっと金額が上がるわけや、でもそこに行こうと思うとまず何から変えなきゃいけないわけや、格好も変えなきゃいけないし、まず一番最初にまずどこを目指すかっていうか、そのブランドイメージを作るところがテーマですよね。まあね、だから今までのところにおるから安い、安くて自分の仕事もキュウキュウとしとると、はい、思うんであればもうどこに行くんか、だから比較対象物を何にするか、今まで1万円のものをやっとるところで物を売っとるから1万円なんだけど、100万円で売っとるところにこれ50万ですって思ったら、めっちゃ安いじゃんってなる。そう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 、なる。でも1万円で売れたのが50万だね、それだけで、50倍、だからこれはね、もうポジションの取り方ですから、はい、だから自分のセルフイメージをどうリネームするかっていうことを考えてやってほしいと思います。はい、もし見失ったらこちらですね、ゆうひろさんにご相談いただければね。そう、いつでもコメントに、相談書いてくれたら、はい、バシッとザクッと切りますから、ザクッと切られる覚悟で、ぜひコメントいただければと思います。はい、はい、じゃあ今日はね、セミナーのお知らせとかここに、ここに出てますんでね、ぜひお願いします。ブログのセミナーの前に、説明会をやりますんで、オンラインで。まあ、それぜひいらしてください。それも全部ここに出てます。はい。はい、で、今日はね、関連動画、ここにまた載せておきますので、はい。童貞の顔が隠れるぐらいで出しておきますんで。はい。で、読者登録。読者登録じゃない、チャンネル登録はこちらです。はい、こちらね、ぜひぜひ登録お願いします。はい。はい、ということで、今日はここまで。じゃあね。